はい、毎日学習会の話で早速やっていきましょう。今日は慶応の法学部のフィット入試の A 方式口頭試問と B 方式の面接に関して、どういうふうに考えるかってところを一通りやっていければなと思います。よろしくお願いします。で、面接に関しては毎日学習会ではその面接対策シート、口頭試問でもそれ聞かれそうなことを一通り並べて、あの面接対策シート、台本を作るわけですけれども、その台本を作って、それをですね、大体どの入試形態でも大体3万字ぐらい皆さん書いていただいて、で、本当に慶応の SFC とか、コミュニティやつやるときは本当に10万字とか書いていただくこともあります。どういう形でやるかっていうと、基本的には毎日書いてきていただいて、で、先生に添削してもらって、多分こういうこと追加で聞かれるよとかっていうのをどんどん言われるので、それに関してはまた書いていって、それをこう追加していってみたいな感じで、なんかネズミ算方式でどんどんこうその回答例が増えていくっていうような形ですね。で、やっぱり面接とか口頭試問の時に、いわゆるそのコミュニケーション論みたいなことを結構こう教えてもらうことが多かったりすると思うんですけど、コミュニケーション論っていうのは結構誰でもある程度身につけてるものではあるので、そこで大きな差がつくかっていうと、やっぱりそんなことないんですよね。こう余裕を持って答えられるとか、集中して一つのことをすごい楽しそうに熱心に答えられるかどうかとか、少なくとも大学において、研究者に求められるような資質があるかどうかっていうところに関して言うと、やっぱりどちらかっていうと圧倒的に大きいのは、やっぱりこうあれなんですよね、こう知識の量、それこそSFC のたまに特任教授みたいな感じで来る水野学先生っていう先生がいて、その先生がですね、センスは知識から生まれるって話を書いてますけど、本当にその通りで、そういった部分がやっぱり考え方としては非常に大事なんですよね。それがこう、できるかどうかっていうのが、非常に大きな鍵になってますんで、そういったところをですね、しっかり考えてやっていくっていうのが、これがやっぱり考え方としては、非常に大事だし、必要だろうなと思います。なので、こうその面接の練習をする、その無の状況で面接の練習をしても無しか生まれないので、やっぱり知識をある程度つけていくっていうプロセス、それは例えば論述問題の勉強をしたりとか、死亡理由書の勉強をしたりとか、あと例えば面接対策シート書いていただいたりとか、そういうふうな形でやっぱりしっかりやっていくっていうふうなところがすごく大事で、そこの部分ですね、それがこう結局できるかどうかっていうところが非常に大事なので、そういうところはちょっとしっかり考えてやっていただくっていうところがやっぱりこれから求められてくるかなと思います。なので、そういった部分ですね、こうしっかり考えてやっていくっていうところが非常に必要かなと思いますので、なかなか最初の最難部分だと思うんですけど、考えてやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。